ああ、そんな汚くないもん、汚れてないもん。レッツゴー。くる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 、ミート。最初はオール、メイホー、メイホー、黒、黄色、あぐってる。あらららら。ああ、なるほど。はい、はい、ちょっとボットを切っといてもらえると。はい、すいません、ボットバグですね。はい、ありがとうございます。はい、素晴らしいボタンでした。素晴らしいボタンで、はい、体感の、なんかすげえ、体感はもしかしたら10秒経ってなかったんちゃうか。多分8秒ぐらいでね、押せたかな。最初はね、切り替える10秒なんで、はい、早めに押しておくといいって感じ。ミーティングルームの一番奥にいて、え、マジっすか。あと一桁だった。うわ、ほんとこれはやらかした。迷った。あとちょっとだった。これ PC とスイッチで、登場の時間の差めちゃめちゃある気がしますね、これ。そうなのかな、選んだ瞬間に出るので、うん、選んだ瞬間に、選んだ瞬間に発生します、うん、なんでもう即決めしてすぐ出てる人との差は出ますね。もう、はい、あ、ごめんなさい、これ真ん中のボタンっていうのはどこにあるんですか。ミーティングルームです。一番上、うん、北の方。ああ、で端っこ登って、じゃあオラフ君はミーティングルームがスポーン地点だったってことですか。いや、宿舎前通路がスポーン地点で、はい、ミーティングルームの左下にある近く、一番近いところ。ああ、なるほど。ここが一番ミーティングルームから近いところなんで、そこで湧いて昇降機ミーティングルーム、すぐ押したということか。はい、押しに行きました。ちなみにミーティングルームは白いです。あの、脇ないです。あ、ないですね。ちょっと覚えられないかもしれませんが、宿舎前通路、エンジンルーム、キッチン、左側だとその辺で、真ん中ら辺だとメインホールで、アーカイブで、右側だと貨物室かな、だけですか、うん、ですね。なるほど。ここから3個ランダムで選ばれてスポーンするって感じ、うん、はい。ちなみに、なるほど、ちなみにタスクやりましたって人います。詰めるんですか、はい、それ。やってました。一応やってました。もうやってました。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 じゃあやってました。黙っときましょう。僕もやってましたよ。やってましたよ。タスク詰めは今日なしにしましょう。オッケーです。ちょっとタスクを把握できない方もいらっしゃるんで。うん、はい。確かに。すいません。はい。言うとします。はい。明るい。ダウンロール、ダウンロール、ペンカバーアニモー。これなんか滑らかになったよね。助けなかったっけ。んしゅ。んしゅ。黄色。ペロン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 。これもランダムなんだ、タオルの場所も。黄色。オラ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 。これさ、スイッチの人とか大変なんじゃないかな。一個一回多分早い説ある。僕のこの髪、あ、ほら、クレタミンさんが。はい。グルタミン様、初手貨物室で藤宮と一緒に湧いてます。え、待って、グルタミンさん貨物室。ああ、はい、はあ、どうしたの。ちなみに通信室はエロちゃんが直してました。え、何か言うことがある人がいると思うんですが。お、あら、お、誰だ、誰ですか。プから始まってシで終わる人が何か。え、何俺かな。言うことないですか、何か。僕は何にもないね。僕最後貨物室かな、多分。状況を説明すると、僕メインは、あ、ごめんなさい、アーカイブ脇でメイン経由、アーカイブ脇メインホール経由してエレクトリカルに行ってます。で、うん、エレクトリカルの中でプテアシさんとわちゃわちゃしてました。
はい、エレクトリカルで、あ、そうね、うん、はい、で僕は貨物室、僕一緒についてってたよ。そうです。で貨物室の方向に僕が走っていくときに、貨物室からグルダミンさんがエレクトリカルの方向に走ってったんですね、うん、それが10秒くらい前です。で二足さんはエレクトリカルに置いていってるので、いや僕は、僕アルマさんと一緒に貨物室までは行ってるよ。あ、じゃあ僕貨物室のどこにいました？いやそれは分からん。いや一緒だねじゃねえか。あれ貨物室にいるよね最後。まあ一応いますね。そうだよね。え、どこだろう。僕は貨物室にいると思うけど今。待って待って、一緒に入ったんですよね、プテハスさんは。僕は入ってないですよ。あ、違う違う、プテハスさんに聞いた。あ、プテハスさんは、うん、僕は入ったね。でアルマさんがどこにいるか分からないっていうのはどういうこと？え、ちなみにそのプテハス貨物室にいるでしょ。え、貨物室のどこにいるかは分からん。あ、じゃあプテアスさんどこにいます、貨物室の。僕は今貨物室の右の方にいる。あ、僕今右下にいるんですけど。あ、じゃあそこにいるのかな。いや、そんなによく見てなかった僕マップとか。あの、ここはこうなのか。あ、はい、まあまあでもプテアスさん一応貨物室って結構先出しはしてましたよ。一応先にね言っとくと。グルタミンさんを見てないんですか、プテアスさんは。アルマさん見てるんですよね、グルタミンさん。グルタミンさん、うん、診療室で違いました、グルタミンさんと。僕が貨物室に向かう。じゃあ合わないとおかしいですよね、プテアスさんと。うんうんうん、あ、あ、入ったならなおのこと。あ、合ってるんでしょ、プテアスさんは。見たって言いましたよね、今。そうだっけ。いや、僕、グルタミンさん覚えてないね。初動脇を見た感じですかね、じゃあ。初動は貨物室にグルタミンさんいました。はいはい。いや、ちょっとね、かわいそう。まあ、クルーでもインポスターもちょっとかわいそうだから、ちょっとフォローを入れましたけど。行くぜ、一番好きなタスク。プテラ、高橋がいる。いいよ。ボタンを押してほしい。より黄色、青。よかった。ちょっとみんな落ち着いてほしくて、プテアスさんの話をちゃんと冷静に聞きましょう。はい。マジで、まあまあ、まあいろいろね、いろいろで、全然見てなかったかな、グルタミンさんは。はいはい。いろいろでね。いろいろね。初めて、まあ、まあまあまあ、まあ、あのね、まあ、エレクトリカルからの話を。歩いたのちらあれだったから。エレクトリカルからの話を。で、中野アルマさんをストーキングしてたんだよね。そうですね。はい。うん、それでアルマさんが、まあ、右の方に行ったから、僕も一緒に右の方に行って、僕の中ではアルマさんについていく意思で行ってたかな。はい、アルマさんは見えてなかったの、僕のこと。僕は置いてってる認識でしたね、エレクトリカルについてきてたのは僕視点だと見えなかったです。で、アルマさん僕の画面でアルマさんが外れた時はあったけど、はい、ついてきてた。で、アルマさんは診察室でグルタミンさんとすれ違ったが、フテアさんはすれ違った認識はないと。いや、僕はすれ違ったかも。あんまりよく見てなかったかな。マップとか見てたら、まあ、うん、見落としてても。はい。他の浮き位置とか。では、そうですね。おそらく死亡推定位置がエレクトリカルか診察室あたりだと思いますので、それが10秒前ぐらいですよね、可能な人。はい、そうですね。だったら俺は福が無理かなと思います。エロちゃんさんとさくやさんを、通信室で2人見ました。はい、はい、ではここは無理だと思います。はい、うんうん、ヒカクロスさん赤黄色は、シャワー、ルームとかアーカイブとかなんでたどり着くのが不可能ですね。うん、はい、スーパーイは藤宮さんが貨物室ラウンジアーカイブと入ってくるルートの時、貨物、アーカイブの中におって、はい、いろいろ片付けをしてました。スナパイさんも貨物室ですか？アーカイブです。アーカイブでも湧いたのはエンジンルームだったと思います。エンジンルームで最後アーカイブ。はい、センタンさんはあれそのままあれエンジンルームの方に向かったって感じですか？シャワー室抜けた後は。いや、もうシャワー室になりました。ああ、なるほど。で、まあ、これだったら僕かプテアスさんしかできない感じですよね。ピカクラスさん、ごめんなさい、どこまで行きました？私メインホールでちょうどエレクトリカルのはしご降りようとしたタイミングぐらいだったんですよ。あ、そこまで行ってるのか。そうだからね、ごめんなさい。そうそう、センターさん目線はありえるかもしれない。
ピカさん目線、僕はないかな。シャワールームで終わってるんだったら、あの、はい、前通ってないはずだから、私のちょっと撤回します。個人的意見です。この話はもう終わって次の議論待ちたいです。まあそれでもいいね。グッド、エクセレント、オッケー。リアクターは必ず行った方がいいですね。行かないとトロールレベル。あ、これの直し方とかちょっと共有できてなかったな。緑黄色ちょっとな、割と白いだろうから。おお、ナイスボタン、ナイスボタン、ナイスボタン。まあ多分そろそろキルしたいなって思ってる時間だろうということで、タスクちょっと進めてやりました。一応方向じゃないかな、特に。まあアルマさんめっちゃクルっぽいっす。クルしてんだ。いやわかんないです、キルクル上がってなかったかもしれないです。いやギリ上がってそうだったんですけどね。でもまあ貨物室の右下で、そうですね、一緒になってタスクをやって、はい、もう速攻でどっか行きましたね、2人。一応容疑者が結局、ペテハスさん目線、アルマさん不可能ってことで大丈夫ですかね。アルマさんは絶対ないね。はい。あ、そうなんですか。ペテハスさんがグルタミン酸見ていないんで、僕ありえるくないですか。ないか。いや、貨物室とか来て。いや、だって僕はアルマさんをほぼほぼ視界に捉えていて。あ、そうかそうかそうか。あ、じゃあ大丈夫か。うん。アルマさん目線はペテハスさんも一応あると。そうですね。僕は置いていってる認識なので。僕目線はピカクロさん、ごめんなさい、一応ありました。うん、そうですね。あるあるある。そこまでいけてるんだって。で、藤宮さん目線、スナパイさんは否定できる。ただ、アーカイブに行って、その後、昇降機からミーティングまで行ってるので、その後、まあ、まあ、厳しいか。厳しいっすね。アーカイブに行ったことある。ここから移動すると、貨物室にいた中野アルマ&プテラ高橋にも侵入されず、うんうんうんね、シャワー室にいたセンターにも侵入されず、行くのは無理かな。うんうん、じゃあ、お互い白、うん、拾えてるって感じですか。うん、藤宮さんボタン押してるから、そもそも白。容疑者2人か。まあでもピカさんって最終最後に疑い地に自分から入りに行ったので来るっぽいなとは思ってます。うんうん、まあうね。本当のこと、ね。インポスターだったら嘘ついてもいいってことでしょ。うん、なんか別にそんなメインのしかもはしごってエレクトリカルの方向に、うん、まあなんか言わなくてもな、それこそエンジンの方に抜けたとかでもいいのかなって思ったんで。ピカクラスさんはそもそもそこに行くまでに誰にも侵入されてないんですか？うん、あのセンターさんぐらいだね、そのシャワー室で。はい。まあロラでもいい気もするけど。もう1キロ待ちます。ロラだったらピカクロスさんから行きましょう。あれ？あれ？ピカクロスさんから行きましょう、それは。怪しい。もうピカさんが溜まり込んじゃってるもん。宿舎前、エンジンキッチン、電気室、メインホールかアーカイブがいいですね。メインアーカイブ。黄色と、誰だったか見てないな。あともう一人だったかな。たまたまトマト。たまたまトマト。ちょっと肉肉しリアクター、ちょっとまあポーラスもそうだけど、ちょっとサボタージュ弱いよね。水色ピンク、結局ポーラスみたいになるかもしれないですね、もしかしたらね。インポスター不利って感じになるかもね、突き詰めていったら。サボタージュ的にも、まあ、早くバグなってほしいね。おお、はい、おお、素晴らしい。いいボタンが多いですね。ロラーにします？来るかなって思ってる。え、なんで？
な、なんかローラーって話が出たからどうするっていう。候補2人だったらどうかなと思って。やだよ。私目線ほぼキャスターしかいないなっていうのを話聞いてて思ってるから。いや僕はやだね。だってなるほど。まあピカクロスさんで確定ならいいけど、まあ。じゃあなんでロラするならピカさんからって言うたんですか。いやそれはそうでしょ、僕が自分がムラを知ってるんだから。いや、ね、ムラはムラじゃないかもしれないから、ね、喧嘩しないでくださいもう、うん、いやあのなんか状況把握ができてるのかできてないのかどっちなんだい。パ行で喧嘩してプテハスさんに聞いてますよ多分。え、僕は僕視点でアルマさんが無理なのことしかわからないから、全視点でピカクロスさんしかいないだったらピカクロスさんからロラしてほしいけど、僕はロラされたくないと思ってます。まあ2つあって、ロラか、あと、せっかく1デスで抑えれてて、こんだけタスクが進んでる状態を作れてるので、うんうん、タスクでか、まあ、タスクで狙ってこうリスクなんで基本的に追放は、うん、っていうのもいいし、まあ、ロラでもいいとも思うし、うん、なんか議論姿勢が黒目とっぽくないプテハさんは。いやそんなことない。まあそれはそう。聞いてて多分候補距離対象がプテさんとピカクロスさんだけだから、クルーだったらまあローラで飲むかなと思ったね。もしプテハスさんがクルーメイトだった場合、中野アルマさん視点で、グルタミンさんを見たっていう話が出た瞬間に、え、俺見てないよ、嘘ついてんじゃないのってなるかなと。ああ、ついていってるんだったらね。まあ、でもアルマさんは僕はやってないのことを知ってるから、僕結構地図とか見ちゃってたから、まあ本当かなとも思う、うん。まあまあそれもあるけど、まあタスクで、うん、なんじゃないですかね。了解です。まあ、ドラするためのボタンがちょっともったいないっていうのも。そうです。どっちもいっぱい押したかなと思って。結構ね。これそうそうキル解消のためのボタンですからね、どちらかというと、うん、狙いとしては。うん、僕はローラーはしない派、うん、するなら2ターン前かな、うん、アーカイブランジメインピンク、あーそんな汚くないもん、汚れてないもん、誰かわかんないみたいな、他視点どう見えてる？あ、すごい。いや、でもあれは見ないのか。ピンク、黄緑。ピンク、黄緑。はい、最初からか。ピンク、黄緑。エレクトリカルばっかだな。2、2、7、3、5、7、3、5、8、死んでる。スナパイさんの死体が、うん、キッチンとセキュリティの間にあって、うん、で武器庫で僕スナパイさんがタスクしててキッチンの方に行くんを10秒前ぐらいに見てるんで、ほう、割と直近のキルな気がします。はい、じゃあアルマフジミヤは無理です、昇降機います。ピカクロスプテハシも厳しいかな。コックピットにいる。うん、昨夜エロちゃんも今シャワーなんで無理かなと思います。先端さん、うん、僕電気室います。でエロちゃんがでも電気室から来たんで、昨夜さん目線エロちゃんがなんで無理なの、何秒前でしたっけ。大体10秒ぐらい前、最初通信が鳴ったときに、まあ、直近か10秒ぐらい。ああ、じゃあ多分ね、時間的にはできるとは思う。センターとすれ違った実系列的に。どっから来ました。電気室から来たんですか。俺はね、電気室右側から来てるね。ああ。まあでも右っぽかったです。右から来たっぽかったです。電気室の。はい。で、センターとメインホールの下の、階段じゃなくて、スロープでそれ違って、シャワー室行ってるんだよね。はい、なあ、シャワー右10秒くらい前のあれなんですね。キルは直近か、遅くても10秒前です。10秒くらい。ああ、じゃあ、はい、まあピカクロスは無理か。うん。
僕可能な位置だと思います。他は、うん、まあ一応全部出ました。全部出ました。場所、うん、僕目線ピカクロさんとプテアさんの2路かな多分。おお、なるほど。じゃないですか。だからロラ拒んでたとかそういうついつまがあるかな。いやでも私はロラしましょうって言ったよ。僕はロラは嫌だけど。まあ、僕はロラなら嫌だから。自分から疑い地に入り込んだ上で、まあ、そう、ね、あ、そう、私は自分から疑い地に入り込んだ上で。プテアスさんとローラーしましょうって提案した人間だったから。先端さんってどういうルートでエレクトリカル行ったんですか？僕はメインホールでタスクやっててピンクと黄緑とかシャワールームとかその辺で会ってて、ちょこちょこ、はい、で、そっから、メインホール電気室で電気室の今タスク中です。え、今浮いてるのって先端だけなんですかこれ？はい、いや、エロちゃんがギリできるのとオラフ君のセルフが、エロちゃん最初通信直すのもいいかなと思いました。ごめんなさい、アルマタスク終わったんでサボタージュ任せてください。もうかっこいい。任せてください。リアクターも2つ頼みまして。任せてください。1人で2つ直します。二郎っぽいけどな。ちゃうかな。あれ、1は下げてるかな。2、7、7、5だったよね。5、6、ここは3かな、4か、え、あ、ここは3か、3、4、やべ、殺される。いや、殺された方がいいか、むしろ。え、6、7か。セリフはない。エロちゃんはまあなんかないけど直すんだ。あらららららら。はいはい、昨夜さんを直近5秒以内に見ています。ミーティングルームにいたのを見てます。で、ピカさんとエロちゃんがそこにいたはずミーティングルームのね、右端にね落ちてって今押そうとした。え、あ、マジで。はい、でなってくるとこれ私はエロちゃんさんがキルしたんじゃないか説の方が強いから、ピカクロスエロちゃんのロラでいいかな。私はね、右側の方に咲夜さんがいることを見てたから、あ、全員大丈夫かなと思ってボタンを押したところがあったんで、死体が上がってるってことは多分ボタンを押す直前にキルしたところで私が押しちゃったんかなみたいな感じ。ごめんなさい、藤宮さん最初プテハシさんって言いました、はい。あ、いや、ピカクロさんとエロちゃんさんとサクヤさん。はい、サクヤさんと僕は電気室います、今。エレクトリカルにいます。メインホールだよ。あ、まあ、そう。あ、まあ、その辺です。はい。ちょっと前ね。あ、うん、まあ、届かないです。はい。なら、二郎警戒でピカクロさんから入れたい。あ、まあ、そう。今はどこにあるんでしたっけ、死体は。死体は、おそらくミーティングルームです。ミーティングルームの一番右側ですね。まあ、僕、エロちゃんさんかなって思ってて。え、なるほど。なんか展望デッキのタス、あ、まあ、タスクコースは高いか、まあ、展望デッキ一緒に行ったんですけど、はい、そこから僕も同じルートでミーティングルームの方まで行ってるんですけど、はい、昇降機ぐらいまでしか行ってなくて、うんうん、で、ピカさんはエロちゃんさんとどこで一緒になってたんですか？私は、そのミーティングルームの中で一緒にはなってて、エロちゃんさんがいるのを確認してるんだけど、ボタンを押そうとするちょっとぐらい前にエロちゃんさんが右の方に行ってて、ちょっと経ってから私ボタンを押してるような感じだから、うん、キルして私がボタンを押しちゃった説は結構あるのかなと思ってる。これ釣ります？ボタンないっすよ、ロラする。あ、僕ボタンあるよ、まあ、ありますけど一応ボタン。でも3キルありえますよ。まあそうっすね。なんか俺ボタンあるから俺押しますよ、そしたら。え、そしたらここでは？してるか。そしたら私、まあ、キルになるけどちょっと怖いかな。釣できないから。だから釣れないんだったらどうしよう、スキップする？いや、え、藤宮さんでボタンなかったでしたっけ？僕あったかな。多分藤宮さんがあると思うから。藤宮さんに押してほしいから。スキップ。ボタンある人はもうミーティング行ってほしいです、うん。はい、ピカさん。ああ、私からか。じゃあ押してください。俺押します。俺押します。じゃあ藤宮エロちゃんで見てみます。うん、でミーティングに助かるんで、はい、俺。3秒。エンジンがいいかな。左側行った方がいいね。じゃあ右側か。ええ、まあ下手くそい。
水色。ああ、下手すぎる。はい。おー。エロちゃんに入れたの誰ですか？あ、僕入れました。と？インポスター2票じゃないですか？ああ。じゃあ、乗れてないんだ。いいですか？じゃあもう、エロちゃん、白確定でいいですか？自投票以外は。いや、ここで自投票強いですね。今、ボタン押したのも。白いです。俺本当に最後のタスクがミーティングルームの右端にあったんで、それやりに行こうとしてただけなんですよ。はい。申し訳ないです。いやいや、でもこれで洗えたからいいんじゃないですか。じゃあ票出ないのか。じゃあ手端さんっぽいね。なんで？あんたセンターさん？ワンちゃん？そうか、そうか。ピカさんと手端さんの二郎。僕ピカクロスさんに入れたよ。ほう。じゃあ藤宮さんとオラフ君、オラフ君さんはあれか、エロちゃんさんに入れたのか。あ、そうです。僕は1、はい、入れました。で、うん、残りが出ないんだったらインポスターに行こうかな。エロちゃんがじゃあちょっと整理すると、エロちゃんが黒の場合、はい、ミーティングのキルだけですよね、容疑は多分。うん。あ、いや、キコキッチンもギリギリ。いや、スナパイさんのキッチンと、そうそうそう、それもですね。まあ確かにちょっとグレー、1キル目だけかな、俺白角だったの。うん、うん。ってことは、で、1キル目の容疑者はプテラさんとピカカさんですよね。はい、うん。そうですね。なんか、1キル目のローラーでもいいとも思いますけど、いかがですか？ピカクラさんの白ケアをするんだったら、プテラさんをすれば。いやいやいや、それだったらエロちゃんを落とってほしいかな、僕は。そうすればだって1キル目の容疑者はじけますね。そうですね。まあ、こうなっちゃうのか。じゃあ パギョローラーで。いやー、いや申し訳ないです。パギョローラー。でもパギョローラー終わらんよ。いや終わるんじゃないですか。いや終わると思います。終わるんだけどね。いやこれセンターさんすごいな。やばいっすね。やばいんだよ。あ、間違えた。ナイスファイト。ナイスファイト。ピカさんとの色はわからんかったな。僕は全然わかんなかった。なんかピカさん来るっぽいな。僕が入れましたって言わなきゃいけなかったのか。まあそうでしょうね。ナイスはもう最初からピカクロスに入れちゃうかのどっちかですね。あれでエロちゃんが自投票してたら最高だった。やめちゃおう。ただワンチャンありそうだったんでね。オラフ君がなんかエロちゃんさんのことを伺ってくれたんで、ね、しょうがないしょうがないと思います。あと1秒マージでちょっと場所全然覚えられてなかったから、今どこにいるかわかんないっていうのも違うかなと思って。初めてでインポスターだとちょっとね、適当なこと言ってきました。だからまあどうしてあげようかなと思ったんですけど、ちょっと私も全然キルできるタイミングが全くなくてですね、申し訳なかったです。あとインポスターだとマップボタンじゃなくてタブキーを押さないとタスクの位置が表示されないんです。あ、そうっす、うん、あーそうなんだ。僕タスク、これタスクかなって思いながら、これタスクありそうな位置だからちょっと壁こうやってやっとくかみたいな。これだったから。めっちゃむずいゲームやってる。そう、プテラスさんがエレクトリカルでうろうろしてた時、あの数字のやつやってると思ってめっちゃ白っぽいなって思ってましたよ。数字のやつがあるんですね。そうそうそう、なんか順番通りにそうやらないとダメなタスクがめっちゃうろうろしてたから、そうめっちゃクルーっぽい。ああそうなんですね。ウルタミさん本当に申し訳ないです。あ、ピーカーミュートのまま。ピーカーミュートになってるわ。本当だ。ピーカーミュート。え、結局ウルタミさんってどっちがキルしたんですか。僕がさん、あ、プテラスさん我慢できないから、ルタミさんそうできる。我慢できない。普通にキルしました。どこだったかはちょっと本当に自分でも分からなかった。診察室かなと思ってたけど、電気室かな。電気室ぐらいですね。ちょうどすれ違って、で上に行ったんだよね。電気室の上のタスクやって、もう一回下に戻ったら戻ってきた。プテラさんに殺されました。あ、そうです。じゃあだからタイミングが良かったのか。良かったよ。プテラさん、クルーにしてもインポスターにしてもちょっとかわいそうだったから、ちょっと話を聞こうと思ったけど、それでもそう、ね、あまりにもはあまりにも怪しすぎた。わかる。いや、どうしようって思ってました。クルー来ることに乗ります。なんかマップ運動じゃなくてアマングアス始めたての人くらいな。人狼めっちゃうまい。